無様なものだな、ヒーロー。もはや戦う気力すらなくしてしまったというのかね。ガレオ。ゾファー様によって世界が滅びようとしている今、なすすべもなく死を待つのみと。お前のような負け犬、我が神の裁きを待つまでもない。私が葬ってやろう、ヒーロじゃねえぜ。待たせたな、ヒーロー。ちょっと、私の許可なしに魔法ギルドへ上がり込むなんてどういうつもり。ガレオン、あんたの好き勝手にはさせやしない。みんなお前たちのようなただの人間が今さら何をしようというのだ。この世界に存在したあらゆる魔法力は消滅した。もはやお前たちの世界に残されたものなの何もありはしない。それでもまだ戦おうというのか。無にも等しい人間ども。冗談じゃねえ。勝負ってのは下駄を履くまでわかんねえもんよ。そうさ、最後のその瞬間まで希望を捨てやしない。私は戦う。魔法力なんかなくったって私たちはへっちゃらよ。あんたなんかに負けるもんか。私は間違った力に屈したりはしない。もう二度とな。そうよ、私たちは絶対に諦めたりなんかしないんだから。よし、行くぞガレオン。なかなかやるではないか。だが、これならどうだ。くだらん。やはり人間の力などその程度のものか。
己の未来を自らの手でつかみ取れぬものなど滅びて当然。くっそ、まだ勝負ついてねえぜ。どの投資がこんなことでくじけるもんか。たとえ全ての力を失おうとも、私たちは希望を失いはしない。そうだ、僕たちは負けはしない。この僕たちの命こそが戦う力、本当の力なんだから。僕はルシアの気持ちを決して無駄にはしない。僕は戦う、世界のために、ルシアのために。お、魔法力が。そうだ、限りある命を燃やし尽くそうとする思い、愛する者を守りたいという願い、それこそが魔法と呼ばれる力の源。さあ見せてみろ、人間たちよ。かつてこの私をも倒したその力のすべてを。アルテナの恵みよ、龍神将。アルテナの恵みよ、とどめだ。だ、くらい。とどめだ。だ、うわヒーロー、なぜとどめを刺さん。ありがとうございました、ガレオン。ガレオン、あなたはゾファーの意志に従っていたわけではないのですね。それどころか僕たちを。行けヒーロー、行ってお前たちの世界を救うがいい。ガレオン、戦いましょう、一緒に。ヒーロー、私の命の火は間もなく消える。この私の命はゾファーによって与えられた仮初めのもの。だが奴の野望がなった今、私に利用価値はない。ゾファーの力を失ったこの体はもはや朽ち果てようとしている。そうまでして僕たちのために。そんな顔をするな。私は感謝しているのだよ。かつて私が犯した過ちを償うその機会を与えられたのだからな。ガレオ、ヒーロー、お前に私の剣をやろう。持って行くがいい。共に戦うことはできぬとしても、私の心はいつまでもお前たちと共にある。
僕はルーシアを助けます。そして世界も。ガレオ、あなたもそれを望んでいるはずです。そうだな、ヒーロー。お前たちならその道を選ぶのだろうな。だが完全な神であるゾファーが相手では千に一つ、いや万に一つの勝ち目もないぞ。それでもよいのか。万分の一か。こんな分の悪い博打は初めてだぞ。ま、だからこそ面白いってもんだがな。ヒーロー、俺はお前にかけるぜ。最後の一勝負、一つ派手に張ってみようかい。誰かを犠牲にして得られる勝利なんてない。どんなに困難なことだって、みんなの力を合わせれば奇跡は起きる。いいえ、起こせるはずよ。信じましょう、私たちの力を。そうよ、ルーシアは大事な魔法ギルドの候補なんだからね。あ、いや、まあとにかく私にかかればゾファーなんて軽いもんよ。パッパッパッと片付けちゃいましょう。ヒーロー、正義は我らにあり。たとえどんなに強大な敵であろうと、全力でぶつかり倒すまでだ。そして私たちの未来を取り戻そう。全ての生きとし生けるもののために。私信じてるもん。ヒーローは絶対負けないもん。不思議なものだ、人間というものは。私はそれを分かっていたはずなのだが、それすらもお前たちが超えている。行くがいい、ヒーロー。そして見せてみろ、奇跡を超えた人間の真実の力を。僕たちは勝ちます、必ず。バルガン発進、目標ゾファー。見ているか、友よ。我らの子供たちが行くぞ。ヒーロー、お前たちの未来のために、自分自身の力を信じて。ヒーロー、なぜ来た。
できない。